ビーフラワーと、リビングストーンレイジーというバンドをやってます、八野です。今日はのどがあれなんでライブとかができないんですけども、皆さんこうやって呼んでいただいて誘われるままに、関西の方からやってきたんですけども、アンドリーズさんの、ね、昼のライブも見させてもらって、ほんで夜も今こうやって、ブルーベリーベリーブルーの増井かおるさんと、キノちゃんと、ライブを見せてもらって、もうすごくなんか、なんていうんですか、感無量というか、なんか僕たちの曲をカバーしてくれることなんて今まで全然なかったので、なんかもう嬉しい気持ちでいっぱいです。こうやってね、この場を用意してくれたのは、今、先導でむちゃむちゃ関西弁ですけど、ムクドリの会って言ってね、さっきから何回も出てきてますけれども、フレンズ・オブ・ビー・フラワー・プラス・リビング・ストーン・デイジーということで、なんかもう僕たちを、こう、なんていうの、ほっといたらいつまで経っても活動しないし、レコードも CD も出さないので、業を煮やして、シュガーフロッツとの、山内明子さんとか、このサロン会長とか、コブちゃんとか、明慎さんとか、どっちがいいのかな、みんなでなんか立ち上げてくれて応援してもらってるというなんか非常に幸せな、状況なんですけれども、だから今たくさん、曲を作ったり、来たるべきライブいつかやりたいなと思って頑張っています。本当はね、この場でできると一番いいんですけど、今日はとにかく、2月にね、レコーディング京都で、やったんですけど、5曲ぐらい今準備してるんですけどね、1曲だけ仕上がった曲があるんで、その、音源を、昔の曲なんですけどね、永遠の59秒目という曲を新たに、録音し直したので、今日ここ初公開ということで、皆さんにぜひ聴いていただきたいと思います。ちょっと迷惑をしたことはまた違うかもしれないんですけど、まあ、今後ね、彼ら、こういうイベントをたくさん、迷惑とかギターボブとか、イベントを続けていって、僕たちとは、まあ、ビーフラワーとか関係なくも盛り上がっていってくれると思うんですけど、今日はとりあえず、ビフラーの曲一遍聴いてみてください。いいですか？お願いします。ありがとうございました。